やっほー、パラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよ。こんにちは、高橋かのです。こんにちは、宮崎ららです。二人合わせてかのきらです。はい、それでは今回は何と何が混ざってる超難易度引き数珠をやってみようと思います。イエーイ。ではやっていきましょう。カノはドラゴンボールですよね。これ、あ、そうなんだ。ドラゴンボールのこれします。最大でもかけちゃうね、うん、あ、聞こえる聞こえる。はい、じゃあ入れていきたいと思います。じゃあ、今日好きのスポンサー様がプリンということで、僕の紅茶にしたいと思います。TT ダンスでいきたいと思います。え、お茶って T ですよね。 T でいきます。 TT でいきます。わー、冷たい、やだよ、絶対やだよ、絶対やだよ、こんなの飲みたくないよ。わからないはず。じゃあ、いきたいと思います。いいですか。はい、いくよ。はい、いくよ。ここね。口ここよ。もうちょいした。え、臭い。何これ、臭い。はい、どう。わかんない。何これ。1個は分かった。はい、1個はレモンティー。うん、もう一つが分かんない。レモンティーと、ミルクティー。ファイナルアンサー。ファイナル、あ、いや待って、お茶。レモンティーとお茶。いいのそれで。いや、レモンティーとミルクティーで。オッケー、確か、うん、はい、いいです、開けてください。大じゃんかな。え、でもね、全然なんかね、こっちの味が強くて、どっからミルク来たんやろと思ったもん。うん、ちょっとよく分かんなかった。それでは次はカノがこのジュースを混ぜていきたいと思います。ほんま、はい、ちょっといろいろやっちゃうね。じゃあ OK。 手しゃみの癖強すぎない。やだ、怖いよ。え、カノの声聞こえてないかな。キラタン。それでは、じゃあ、入れたいと思います。これ、入れますね。さあ、キラタンが嫌いなもの全部入れます。オッケー、うん、はい、はい、じゃあ、ね、怖いよ。何。どこだ。なんか重い。ねえ、どうして切れてんのよ。いくで。ねえ、もうわかった。飲まんでもわかった。いただきます。まず待って、予想ね、メロンとブラック。どうですか。これ、もう絶対メロンとブラック。それでいいのかい。いいよ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。もう一口いいのかい。もう。うわ、じゃあ開けてみてください。カサニニチチ。わー、わかった、わかった、わかった。匂いだけなかった。ほら、匂ってみな。めちゃくさいもん、これ。くせぇ。キラタンが嫌いなもの入れようと思って。最低。覚えときなよ、次。分かっちゃうから、2種類やったら。どうするんですよ。分かった。かわいい。イエーイ。はい、次は3つずついきますね。めっちゃ怖い。じゃあ、イヤホンとアイマックス。アイマックス。違うよ、アイマスクだよ。大丈夫ね。じゃあ、見つめていきます。1つ目は決めてます。キラの大好きなモンスター。
じゃあ全部緑でまとめました。いきます。ピンピンさあできました。3種類。はい、いただきます。匂わないでいいの。めくさい。なにこれ、やばいって。これはちょっと大丈夫、飲めるものしか入ってないから。うわ、絶対やだ。わかんない。炭酸が強い。1個目がエナジードリンク。いや、他がわかんない。やばい、負けるファイナルアンサー？はい。カルピスか。え？すごい。何が？じゃあ、はい、目開けてください。おーい、お茶でした。わかんなかった。こちらもちょっと飲みたい。飲んでいい？なんかエナジードリンクが強すぎて他がわかんない。でも匂いがメロンがあったから。あとはマッチーわ、これマジで。めっちゃ臭いの。臭いし、まっついし。これとこれの匂いが強すぎる。これ自体キラッと違う。そうそうそう、匂いがやばくない。これいいん、カツキしかしないよ。さあラスト。ベロ噛んだ。ラストいきますね。はい、ベロいった。いきます。大丈夫そうです。じゃあ最終で混ぜていきたいと思います。まだ2回分やっべ、寝れるよはい、うん、わかった。いい？怖いよ。大丈夫よ大丈夫よ。匂いは、ね、ブラックと午後の紅茶と匂いはね、とカルピス。え、いい？いただきます。え、当たってるくね？違うかな？ブラックとカルピスとここの紅茶のピア。ピア？何それ。違う、黄色い方。黄色い方？違う、待って。え、ミルクがティーで待ってる。はいはい、ブラックと、うん、カルピスとティーの方。いい？いい？この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。